ブレゲーはフランスに存在した航空機メーカーである。フランス航空会の先駆者の一人、ルイシャドゥル・ブレゲーが1911年に創業した。ブレゲー27、ブレゲー521などの開発を経て、ブレゲーはフランス北部ノルマンディのルアーブルと西部ブルターニュのブゲネに工場を持っていた。1936年のフランス政府による航空機メーカーの統合、国営化に伴い、 ブレゲーのルアーブル工場はスナキャンに統合され、ブゲネ工場はスナカオに統合された。しかしルイ・ブレゲーはラテコエールの工場を買収し、ブレゲー690シリーズの製造をフランス幸福まで継続した。戦後、メーカーとしてのブレゲーは復活し、ブレゲーデュポンなどの販売を行い、1971年に脱走者と合併して脱走ブレゲー車になるまで存続した。 ポーランド空軍のブレゲー14ブレゲー941ドイツ海軍のアトランティック。ありがとうございます。